ち武装勢力に囚われた我が諜報班のスタッフを回収するんだ。ダイヤモンドドッグズの重責を担ったスタッフ、うん、それだけに。これも自分でカメラから情報を聞き出そうと必死だろう。一刻も早く助け出してくれ。まあグラドセロスよし裸、やっぱり裸でしょ。ネイキッドなんですね。いやいや裸になれるんで。あ、なれるんですか。なるほど。はい、まずはですね、ヘリに乗って潜入開始ポイントに移動します、はい、これどっちでも見れますから、うん、好きな方向で見てください。どこでもおりますけど、今落ちると死にますんで、はい、それでもしっかりしてますね。安全になりました。マーク見ますので、はい、ここまで書いてありがとうございます。この辺、はい、どこでも行けます。ヘリをどこで降ろすかも自分で決めれます、ね、なるほどなるほど、はいはい、到着したようですね。じゃあ降りてください。はい、裸が似合う男ですね。これ結構ね、筋肉ついてる。最初はもっと痩せてるんですけど。そうなんですね。はい、はい、では最初にまず馬を呼んでもらいましょう。はい、あ、この辺り口笛はちゃんと選択できるんですね。アフリカでも馬を呼ぶことができると。来ましたね、馬ね。はい、はい、じゃあ馬乗って周りをちょっと見てください。はい、はいはい、馬ね、馬もどこでも呼べます。ほうほうほう、はい、まあちょっとね、交換がちょっと当たってたんですね。これ男子は必ずやりますね。まあね、はい、まあ、あの辺もミッション行ってもいいですけど。ほうほう、まあこっちなんで今日は。じゃあちょっとマップ開いて状況の確認をしてもらえますか。はい、アイドロイド、はい、来ましたね。これマップなんですけど、はい、こっちジャングルが広がって、あそこがちょっと怪しいと。あそこに行きます。ターゲット予測、今回のミッションは。はい、はい、で道沿いに行ってもいいんですけど、馬なんでちょっとね、行きにくい。そうですね、ジャングルちょっと行きにくいなと。なんで馬やめます。やめます。馬はいいけど、せっかく呼んだけど返してください。はい、で、まあ、馬を置いていくんかというお叱りありましたけど、実は戻せます。フルトンで出ました。基地に戻せます。ねえ、それは、まあ、はい、はい、じゃあ崖側から回りまくりましょう。はい、でこの向こうに崖があって、はい、ショートカットができるんですけど、はい、ここで新しいギミックが。おあんたネイキッドじゃないか。気づかれちゃいましたね。ほら、そんな格好では危険だ。そりゃそうでしょう。趣味じゃなければ何か着るんだ。趣味って。呼吸を指示してくれ。ツッコミどころがたくさんありますね。じゃあせっかくなんで新しいスーツを主演補給してもらいましょうか。はい、これもヘリで段ボールで送ってもらって、ちょっと崖の上に今指定しました。なるほど、これわざと崖の上に今。はい、時間短縮。なるほど、クラックがあるな。クラッククライミングで登れそうだ。おお、ああいう割れ目があるんですけど、はい、まあここは登れると。おお、すごい。あ、そういうことなんですね。まあ登ることが、まあロボットアームなんでぶっ刺して配膳代わり、はい、あれ敵のヘリなんで、はい、見つからないように行きましょうね。ロボットアーム、ちょっと今回何かキーポイントになりそうですね。ちょっとね、赤じゃないでしょ、はい、色が違うんで、あれ別のロボットアーム。おお、ということはちょっとまあ、うん、素手の方がしんどいんでね。あ、来ました。あ、さっき頼んだ新品補給が届きました。ダンボール、もうね、宅配の時代ですからね、やっぱり。さっきパラシュートどこ行ったんですか。はい、そうです。パラシュートで運びました。はい、パラシュートは燃えたんですかね。はい、痕跡を残す。これ新しいスネーキングスーツ。ー来ましたね。新しいスネーキングスーツ。はい、ブーツも調子いいだろう。まあ裸でもいいんですけどね。おうおうおう、服の着替えはこのようにできます。なるほど。はい、ちょっとこういう意味でマザーベースを育てるのが一番楽しみになってきたんですけどね。それはもしかしてその靴も最新作か。これそいつなら君のライフスタイルにフィットする。これはこの後紹介する、じゃあ幕張のイベント、プーマさんで紹介する。これ発売してます。ただの CM じゃないですか。いや、これむっちゃ用できるんですよ。見せすぎ情報。はい、なるほど。はい、はい、頂上にたどり着きました。はい、ちょっと後ろ向いてもらえますか。まあ、ショートカットですね。はい、はい、おお、まあ、これ全部行けるんですよね。行けます。今行ってもいいですし、行かなくてもいいですけど、今用事なのこっちの奥なんで。はい、はい、じ
じゃあ、 奥の森の方に進んでいきたいと思います、はい、これこの奥森なんで、はい、ほとんど視界が通らないんですよ、はい、どうするかという話ですね。そういうことですよね、はい、でこの黄色いロボットアームは、はい、ちょっと違うことができるんで今からお見せしますが、はい、ちょっと見通しが悪いところだと双眼鏡が使いにくいので、はい、そうですよね、まずは何をチェックすればマーキングがちょっとしにくいんでいいかちょっと調べたいと思います、はい、ロボットアーム、ピンレーダーロボットアームでできるんですね。で生物に反応します。ほうほう、あの悪いのが敵かどうか分かりませんけど、ええ、小動物から動物からあれ反応してます。なるほど、機械には反応しませんけどね。はい、生物探知できる。であのところをまあ見てみると、敵がいましたね。いました。あ、でこれが、はい、アナライズ中です。アナライズ分析して、うん、今能力値が出たんですけど、ちょっと A のマークついてますんで、はい、結構いい敵兵です。これはあのマザーベースで開発したからできるんですけど。そういうことなんですね。はい、あ、それによってまあ倒すか、はい、ということができる。まあいらない兵士はフルトンしない。しないということですね。はい、で今2人。まあ、ちょっといい兵士なんで捕まえてみたいと思います。はい。はい、これサプレッサー付きの麻酔銃ですね、うん、はい、はい、あ、ダメです、あ、ヘルメットかぶってたんで、はい、まずは走り返されました、見つかります、ちょっと敵の注意をそらしたいと思います、で、個人兵器、はい、これ何ですか、バルーン、バルーン、なあ、どうですか、これ、なんですか、デコイ、デコイ、ウォーカーでも空気で出てきました、あれ、喋るんですよ。え、大塚さんの声で音と人形で敵を観覧させたほー、ちょっとアホな兵士さんが今、ね、向こうに行ってますけど、じゃあ今注意引きつけて、はい、あとホールドアップして、その間に、はい、あ、気づかれました、悔しがってます、はい、はい、これであの2人の優秀な兵士ゲットできましたので、うん、はい、ほー、まあ、あんなバルーンでごまかさせるような兵士はいらんのですけどね。まあね、あとね、基地に帰って、はい、説得して仲間になる、まあ、あるんですね。はい、この先もですね、まだまだ見通しの悪いところが、はい、これもずっとこういう状況なんで、なるほど、ちょっとここで、はい、強力な助っ人を呼びたいと思います。それがまさかの先ほどの、はい、バディの一人ですね。ほう、え、ちょっと待ってください、バディの一人はい、クワイトさん、バディの一人ってアレットさんを呼びます。なるほど、あ、まあ、数は加えて嫌いなんで、はい、やめてくれと言いますよね、言うてますけど、うん、島田もらしなんぞと、数の趣味ではないんですよ、多分ね、もう趣味のボスが好きなんボスが好きなんです。なるほど、はい、ちょっと今、パラシュートの影映りましたけど、はい、はい、あ、おお、マザーベースからこの人はもうヘイロー効果も得意ですからね、まあ、なんで、あなたが、おー、来ました、これむちゃくちゃ強いですからね、この人、そうね、はい、やっぱりスナイパーですね、スナイパーですね、攻撃中ですからね、小林さん、ちょっと見てみましょうか、うん、まあ、目の保養にもなれますけどね。なんで見たんですか、これダンサー、うなずきました。まあ、でも敵か味方かわからんのでね、そういうことですよね。あ、まあ、いいですね、この共感と弟子みたいな。じゃあ、ここからクワイトの力を借りて潜入再開したいと思います、はい、作敵をしてもらいます。まずですね、はい、狙撃ポイントを指定して、はい、はい、そこに潜んでもらって、ほう、あのプレイヤーの潜入をサポートしてもらいます。あくまでもじゃあサポートという形なんですね。あ、いろんなことができます。まあ、めちゃくちゃ早いんでね、これ。早っ。はい。早っ。いや、見えない。はい。まあ、一緒に戦うこともできますが、基本はスナイパーなんで、はい、あの、索敵とか諜報活動をしてもらいます。あ、なるほど、なるほど。で、今、緑のマーク、はい、あそこで、スナイピングポイントがついたというと、あ、まあ、ちょっと銃声が聞こえました。ありましたね。これクワイエットの銃声とは違いますので、なんか、近くにちょっと敵が潜んでいるようなので、はい、慎重に進みましょう。なるほど。なんか、お、 BGM も変わりましたよ。だから敵がいます。敵が、ほうほうほう、あ、クワイエットが、森に潜む敵を発見してくれましたね。あ、今の生物探査のツアーじゃなくて、はい、クワイエットが、お、これ緑のなんですか、レーザーサイトです。あの、ポイントしてます。で、あとはまあ、狙撃命令も出せるんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、はい、あの敵編もちょっとゲットしたい。まあ、プレイヤーがどうするか、はい、で、鼻歌を歌ってたと思うんですけど、あれが合図です。ポイントしました。ほう、で、まあ、あの、彼女に打たせることもできますけど、やっぱりまあ、自分で打ちたい人はこういう風に、うん、なるほど、なるほど、はい、まあ、ポイントされてること知らないんで、かわいそうです。フォローアップして、まあ、こんな間抜けの兵士もいらんのですけど、ね、でもブルトン回収と、まあ、ちょっとね、最初は人が必要なんで、ね、そうですね、見つかりましたよ、見つかりました、ちょっと、大丈夫ですか、あ、あ、
え、今のはクワイエットがヘルメットをクワイエットが打ってくれたんでヘッドショットできます。なるほど、まだいるか。ナイスコンビネーションです。そういうコンビネーションもできるわけですか。はい、はい、敵か味方が分かりませんまだいるんですか。なるほど、ちょっと天気が悪くなってきました。あ、天候の変化を確認。あ、ちゃんと出るんですね。あ、雨降ってきましたね。雨が強くなってきましたね。これはちょっと視界があんまりさらに良くない。まあ音はね、はい、聞こえなくなるんですけど、はあはあ、敵の気配もちょっとプレイヤーさん気づきにくくなりますね。なるほど、はい、まあこのように結構いい感じですよね、うんうん、あの潜入じゃなければね。そうですね、はい、じゃあちょっと加えたこの先さらに潜入してもらって、はい、今回ですね、先ほどの狙撃庫に潜むんではなくて、はい、指定エリア全体の索敵をしてもらいます。おお、はい、また早いですからね、見てください。なるほど、猛烈に早いです。移動開始しました。今裏っ側を、おお、はい、いやこれおばさんじゃないですよね怖いんですけど、はい、アオン族ですねはあ、じゃあクワイエットの役割としてはそのマーキングも先に行ってくれるんですか。索敵してマーキングしてくれます。ほお、拠点に到着しましたね、はい、クワイエットが、ね、で次々と敵をマーキングしていってくれてます、はい、あれもう彼女がしたんで、まあ、あいつらをどうするか自分が決めると。はあ、なるほど。これでだいぶ潜入がしやすくなりましたということですよね。まあ、いいとこはボスに任せるという基本をね、あのうちのスタッフと違いますはい、いいとこ取りじゃないかと。やっぱり、ね、雨降ってるとちょっと視界が良くないんで、そうですね、ちょっと晴れる天気を変えたいと思います、ね、はい、でここで皆さんずっと先そこでやってます、はい、ファントムシガーを時間を早めたいと思います、うんうん、来た。おはーし、これ天候、これね、夜はもうこんなに暗いんで、ええ、ちょっとやめた方がいいですね、ジャングルは。逆に見えないですよね、はい、でも夜行性の動物もいますから、はい、ほうほうほう。もちろん夜潜入することもできるんですよね、はいはい、うん、まあ敵も見えないですよね、ということですよね、はい、現在今時間を進めて天候を回復しようとしてなんですけど、はい、あんまり進めると捕虜は死んでしまいますんで、はい、一応捕虜救出ですからね、はい、なるほど、そうですよね、まあ、違うミッションならいいんですけど、ね、そうですね、そこを考えた方がいいですちょっと急がないとダメですね、はい、ザック大丈夫ですか大丈夫ですかね、うん、さあ、はい、はい、あ、雨止みましたね、はい、いい天気になりましたけどね、いい天気になりました、はい、じゃあ先にちょっとここから先は敵の数が多いようですので、気をつけてください。はい、はい、まあ、クエットはそこ今いますね。おうおう、あの緑のマークですね。なるほど。さあマーカーを入る、これあの最初ここに向かおうとしてたところです。はい、はい、で、あ、ちょっと重装備兵なんで、重装備兵なんで、これはちょっと麻酔が効かないですね、はい、まあ暑いでしょうけどね、まあ、ちょっとでも崖際に立ってるんで、うん、先ほどのちょっとアイテムを利用したいと思います。これバルーンの別の使い方をアイテムを利用する、でこい、お、あ、そんな、そんなわけあります。なるほどあれ結構高等テクニックなんそうですよね、はい、成功してよかった。あ、近くにもう一人いましたよ。はい、で、おびき寄せてます今。こっちも重装兵なので、はい、あれね、いいセンスだとかいっぱい言ってる人も、まあ、聞こえないですよ今日ね。ほうほう、このアームの能力を使ってみたいと思います、はい、これ新しいロボットアームが回ってますね、はいはい、スタンです、スタン、ビリビリ、手に電気をためて相手にぶつける、はい、なんで他のアームもいっぱいあります、特殊仕様の。ちょっとそれ早く開発したいですね、はいはい、で、あ、クワイト、クワイト来ました。お、来た、ほら、クワイト来ましたよ。さあ、そしてちょっとまだ周りに敵残っているようなです、こちらの確認もお願いします。はい、はい、あれはもしや、あそこですね、ターゲットが、おお、ターゲットが尋問されているようなので、はい、急いでクワイエットに協力して一気に倒しちゃいましょう。狙えと、クワイエットね、あの左の右のやつを狙えと、で自分はこっち、はい、おー、はい、うまくいきました。なるほど、はい、そういうコンビネーションもできるわけですか、まあ、はいはい、じゃあ急いでターゲットが元に向かってください、はい、ターゲットいましたね、ターゲット生きてますかね、生きてますかね、ターゲットがいました。監督じゃないですか。ダンク？ダンク？ダンク？何自分助けてるんですか？ダンクですか？また捕まっちゃいましたね。かー、無茶しやがって。ボス、ダンクも、ターゲットを回収してくれ。
はい、はい、フルトンで回収。なるほどなるほど、はい、回収。あ、フルトン失敗、見つかった、やばいですね、後ろのスナイパーに発見されたようです、はい、おー、これちょっとかなりやばい状況じゃないですか。あ、他の敵にも見つかっちゃいましたね、はい、戦闘になっちゃいました。ちょっと撃たれてますけどね、ダンク大丈夫ですか。でクワイトさんが後ろの敵を排除して協力してくれてます、はい、あ、ほんとだ、緑のマーキングもしてくれます。はい、はい、今次々とクワイト倒してます。あ、じゃあ撃たなければクワイト撃ちます。あ、ちょっと橋を渡ってくる敵がいるんで、はい、ダンクグレネードで、はい、グレネードランチャーで。なるほどなるほど、橋を破壊して、はい、大丈夫ですかダンク。はい、あ、ダンクね、もう一人のダンクね、もう一人のダンクよしよし、なんか危ないこと、はい、よし、成功しましたね、今回は。じゃあ、あとは脱出です。まあ、あの彼を助けたんで、あとは脱出ですね。ホットゾーンを離脱すると。もう見つかってしまったんで、かなり狙われてますね。はい、クワイト来た。クワイトもついてきてくれてますね。クワイトは向こうでスナイピング。はい。これは大丈夫かな。ちょっと見ていきました、あそこで。はい、さあ、そして。まあ、クワイトがマーキングしてくれる。狙ってくれると。はい。あ、重装備兵ですよ。はい、危ない、危ない、ヘッド、はい、ヘルメット、またクワイトが、はい、またクワイトがスナイピング、当たって、当たって、後ろに、後ろに危ない、当たってる、はい、クワイトが守ってくれてますんで、はい、今のうちに橋渡りましょう、はい、こう後ろから多分追ってきてます、うん、あ、向こうの足から追ってきましたね、はい、じゃあちょっとおとりを使いましょうか。これかなりヤバい状態じゃないですか。ヤバいですね、やばいです、マガジンチェンジ、はい、でデコイをデコイいっぱい使いましょう、はい、1、2、3、はい、はい、おしゃれ、はい、不思議の術、はい、敵がまた引っかかりましたんで、まあ、あれがスネークと思ってますんでその間に全員、はい、倒しちゃいましょうか。クワイトも助けてくれます、はい、おー、あ、よかった、危なかった、危なかったです、危ない、はい、あ、また増えですね。あ、もう、あ、マーキングしてくれます。はい。まあ、あ、さあ、ちょっとダイブして。大丈夫ですかね。あ、危ない危ない危ない。戻ってください。そうですね。あ、ダン君どうするの？あ、挟まれましたね。はい、ちょうど下が枯れ草なので、あれね、はい、燃えるんで。火炎瓶を使いたいと思います。火炎瓶で。まあ、ちょっとね、そういう血のりも生かしてやれるわけですか。つや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 。一網打尽、はい、クワイトも打ってくれたりしますけど、はい、あっ、あっ、あっ、あぶらぶら、クワイトいますよ、すごい、はい、僕の、はい、じゃあこれでしばらく追ってきそうにないんで、はい、今のうちにヘリを呼んじゃいましょうか、はい、はい、はい、じゃあ、ヘリに向かいましょう、逃げましょう、あー、まいまい、これ違う、これは敵のヘリです、敵のヘリ、これ敵のヘリですね、ダメです、逃げてください、逃げてください、はい、危ない危ない、はい、飛び込みうまいな、はい、ちょっとやばいですね、これちょっと危険だけど、あ、ちょっと銃じゃダメだろうな、ランチャーで倒すのに、ね、はい、ラバクチェンジしますけど、あ、ちょっとちょっとやばい、おちょっとやばい、グレネードランチャーで、はい、外してますよ、ダンク逃げてください、弾ないですよ、弾がゼロになった、弾ない、まあ、まあ、こういうね、はい、なんかういう予想外の出来事が、シーンはピッチですよ、予想外、はい、危ないですよ。お、ダンク撃たれてます、撃たれてますか、クワイト、はい、クワイトさんどうしますか、あ、来た、来た、クワイト、クワイト、あ、ここでもクワイトに協力してもらいましょうか、はい、ちょっとね、クワイト今どこにいたんですか、ランチャーないんで、はい、普通のグレネードを投げて、はい、クワイトに当ててもらうと、これを撃って、どういうことですか、これクワイト撃った、なるほど、そんなことありますか、まあ、クワイトですか、ね、クワイトなんでね、敵か味方か分かりませんけど、ね、まだ言いますね、はい、ちょっとジャングル、ね、はい、これヘリ、味方、敵のヘリ倒しましたんで、この辺は降りることができないんで、はい、ヘリがちょっと開けたところまで行きます、なるほど、でクワイトはこの間猛烈に速走って、はい、スネークをサポートしてくれてます、ほうほう、ちょっと見えないですけど、緑のが見えてると思うんですけど、ほうほうほう、移動開始します、はい、あと煙が怖い、怖いですよ、なるなる、大丈夫かな、おお、厳しい、頑張れ、もう少し、はい、ここヘリが、行きますよ、ヘリが、あ、こうやって
先に加えても到達しました。ヘリ来ました、ヘリ、はい、追っ手が来るんで、まだ追ってきてますね、はい、何ですか、いや、ホワイトさんが狙ってくれてる間に乗り込んじゃいましょう、はい、もうホワイトさん任せて、まあ、なんかかっこ悪いボスとは思えない行動です、はい、クワイト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 、すごいですね、頑張ってますね、置いていくんですか、クワイト、いや、まだやっぱりね、彼女はすごいんですよ、ほら、そう、あそこ戦ってますね、移動しながら、帰ってこい、帰ってこい、おい、帰ってきた、はい、おー、クワイトも乗って、帰ってきました、これで脱出、結構腕打たれてますね、本当ですよね、まあ、ちょっと夕方なんて言ってましたけどね、いや、監督、これ正直クワイエット一人でもいいんじゃないですか、いやいや、まあ、ね、いろいろ使い方ができるんで、ほう、はい、クワイエットさん、でもクワイエットは最初から主観で見るとね、うん、もう目線が、あ、これ今、まあ、こっちに行っちゃいますけども、はい、ええ、あ、今精神状態が、まあ、先か見方がわからないですよねすごい強い、これでも監督あれじゃないですか、クワイエット最初からいたら、まあ、結構楽に潜入できそうな気がしますよ、いや、あのね、はい、クワイエットがこうなるにはかなりのことが必要なんです、やっぱりそこはあるんですね、自由潜入なんで、まあ、クワイエットに合わない人も当然いますし、え、合わなくても進行